やっほー、山城です。今日は今からさつまいも掘りをしていきます。毎度おなじみパーちゃんと一緒シリーズです。試し掘りとかイベントで配ったりしてるので、真ん中のやつはもうすでに終わってるんですけど、こっち側の安納芋と紅はるか掘っていきたいと思います。収穫始める前に、4ヶ月ぐらいかな、毎日経過観察の写真撮ってたので、それを見てもらおうと思います。どうぞ。はい、まあこんな感じでさつまいもの成長は特に早いですね。めきめきつる伸びて、逆に伸びすぎた感はあります。じゃあまずはつる剥がしからやって、その後マルチを取って掘っていきたいと思います。とりあえずばあちゃんと一緒にマルチ剥がし終わったので、芋を掘っていきます。安納芋はほとんど掘ってないんで、どんな感じか分かんないですね。まあ今年さつまいもいろんなところで量少ないっていうので、あまり期待はしていませんが、つるぼけって言って実があんまり太らず、上の葉っぱだけすごい成長しちゃうんですよね。で、つる返しとかもしたんですけど、いや、あるな、ニンニクみたいな。あるあるある、釘の普通のがいった。おー、すごい。ただ、あの食べてみるやつな、長さ数字入ってんのは何だやつ。あの芋、そういう性質なんじゃない。あの、ホクホクとか滑らかに食べ、あの舌触り入ってたなと思うと数字差ぶつかんだよ。思いのほかここは量出ましたね。葉っぱ見た感じ圧倒的に紅はるかの方がいいんですけど、この感じだと安納芋とどっこいどっこいな気しますね。取る？なんか去年より埋まってる場所よく分かんないんだよね。
入ってるかもしれない。味がな、どうしても。見てこのサイズ、いやこんな出ると思わなかったわ。うん、やっぱ鶴は関係ないね、芋。鶴が、うん、あっちの青い鶴の樹なんだがな、一番端のあっちゃん、やっぱり何回かやってるうちにサイズ多いんじゃないんだ。あっちはこう見なくて見なくことねえんだろうな。うん、なあ、どうやってあんなもの増えるもんなんだろう。マルチハグとマルチの差がいっぺんだ。今年はいつもよりすぐねえな、なんだろう。天気かな、天気。天気はな。うわぁ、超特大級なんて。ゆっくり振ってみたいね、小豆。結構なってるね、うん、ちょっとみんな付けで振って結果なと思ったっけ。みんな適当で、はい、はい、ありがとう。うわ、そう思ってたらすごいやりやすいよ。いや編集するときもだいぶね、あの、うっそりで切り飾って遅いから、うん、わお、ほら、やっぱりするここの釘振ってんのが多少切っちゃうね、なんかやっぱこっち柔らかいかもしんない。うん、こっちみんな、それから取っとわ。うん、釘揚げ出しって大変申し上げると思ってあげてたの。こっちのこっちのダウダウすんけど、あ、この足元に持っていくから。うんうん、根っこ下ろしてんか。
今年の傾向的に結構収量少ないかなと思ったら倍ぐらい出ましたね。コンテナ1個のつもりだったんですけど1個じゃ全然足んないです。嬉しい誤算です。とりあえずこれで安納芋かな、安納芋の方は収穫終わりです。次に紅はるかに移りたいと思います。今早速来ちゃったねえと思ったのに。お、でもだいぶあるね。うわ、また削っちゃった。そう、これでいくわ。お、いいいいいい。おお、あるね。うん、おお、いいとこ、めちゃくちゃいいとこ来た。どうしよう。多少これでも切れてる、うん、結構深く切れてんだよ。で、今年いいんだよ。うん、嬉しい誤算だった。もしかしたらこっちの方を多少日当たり悪いとかのもあるかもしれない。こっち側ネズミやのかな。ネズミやな。ネズミ、モンゴラがネズミだ。
ボンボン切れるボンボン。ね、あと小豆残ってっけどね。小豆さや取って夏よりもあのまま根っこ引っ消してやば。うん。そうか、わかんねえな。筋だりなだりよかってだから、そうか。ほら、めちゃくちゃ深く掘ったよ。マジ納得いかんわ。光で深く掘ってるつもりがあるんだけど。この後、洗ったりなんだりの作業はありますが、さつまいもの収穫はおしまいです。ふぅ、雨もなんとか降らずに済んでくれたので、よかったです。以上、山城でした。もいもい。